九月二十三日木曜日秋分の日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です ご心配なく、私はちゃんと会社に来てますからね。<laughs> ええあのー、ツイッターのタイムラインをですね、チラチラと、はい、今朝も見てますと、あの、工事1242でハッシュタグで検索するとね、えー、つぶやいてらっしゃる方のこう、いろんな気持ちというものが見えてきますけれども、 タイガース、周囲から滑り落ちましたね。イ<え>田さん、明日は会社来ないじゃないですかみたいなですね。買い込みがものすごくたくさんあってですねあ本あ、ですね。何よーと思いながらですね。<laughs> え今日はいつでも会社に行ったろと思っていやー、来たはいいんですけれどもね。えーねえー、メールでもまたボディーブローのように聞いてくるものをたくさんいただいております。<laughs> ありがとうございます。山都市鶴ちゃん53歳の方。イ田さん、長いこと周囲を守ってきて、一時は2位に8ゲーム差をつけていた タイガースがついに首位から転落今は打線もどん底で厳しいですが逆に考えればあとは上がるだけ私はスワローズを応援しますがお互い優勝を目指し頑張っていきましょうと。スワローズスワローズがなんと113試合目で今シーズン初めて首位に立ちましたよおめでとうございますすごいですねおめでとうございます それからですね、横浜港北からいただきました48歳安幸さん、いつもありがとうございます。ますベイスターズファンを代表して心よりお詫び申し上げます。力ここに及ばず、<laughs> ごめんなさい <laughs> <と> <laughs> いやん本当ねヤクルトの底力ってなのはすげえなーと思いながらですね、はいえー、まだまだでもセ・リーグの日は消えたわけではありませんので、ねええ、あもちろんパ・リーグもそうですけれども、うん、あのツイッターでズームズームさんあのこの方オリックスワンということなんですけれどもいやバ林すごいでしょうというような、えー、ツイートの書き込みをねいただいたりなんかもしていて、まあ、オリックスは今首位のロッテと2 2.5ゲームさんに詰めて <laughs>、えー、昨日はさよなら勝ちですか ?2 位、はい、になったいるとこういうことですんで、まあ、セパ両リーグともに熱い、そして、えー、残りのゲーム数を考えるとですね、もうあと30ゲーム切ってきてと。 いうあたりになってきて。まあ、普段だったらもうマジック点灯どころかですね。まあ、あの、コロナ前のシーズンだったらもうここで優勝決まってるなんていうのはザラで。ーねえ。下手すると8月中にもう首位はえ決まってるなんていう時もね、あったりなんかもしましたが、今シーズンは最後の最後まで楽しめて、そしてクライマックスシリーズがありと。い。うことになりますんで、はい、え、えー、諦めずに。諦めずに。諦めずに。 ね、えー、おのおの応援していこうと。ね、もちろんあの、タイトル争いってもこれもまた面白いですからね。おー。ヤクルト村上、ね、ホーを取るのか、うん、岡本が粘るのか、うちの佐藤どうしたみたいなね。ね, <laughs> ね。ところもお含めて、まあ、おのおの楽しみ方があるぞ、という感じでですね、えー、今日も前を向いていきたいと思います。はい。まあ、あの、祝日、そしてね、明日お休み取るともう4連休だよ、んなんて方もいらっしゃるかもしれません。で、 あの、タクシーの運転手さんなんかに行くとですね、はい、やっぱあの、この連休というか、飛び石で連休になってますけれども、うん、あの、連休のね、えー、旅行の準備をするっていうタイミングがちょうどオリンピックやパラリンピックの時期に重なって、うんえー、非常に感染者数が多かったということもあって、あの、旅行専門にね、分析している方などに話を聞くと、 あの、この連休に関しては予約そのものが入ってないんでしょうと。<ー>まあ今までだったら、あの、感染者がこう拡大していく中で連休を迎えた時っていうのは、行くか行かないかをまず決断しなきゃいけないっていうのがあって、はい、まあ、あの、行くっていう人は、まあ中にはね <laughs>、えー、いたんだけども、今回は予約がそもそも入ってないから、行く行かないじゃないんだと。で、えー 今になって、ええー、どっかへ出かけようってことになると、やっぱり近場が中心になるから、まあ航空便だとか新幹線というよりも、道路が混むんだという話でですね、確かに、この間の3連休の時も、あのー、 アクアラインの渋滞がね、お台場あたりまで伸びたりとか、はいえー、結構都心周辺で、えー、渋滞が起こっていたりなんかもしたと、えー、いうことがあります。まあ今日もひょっとしたらね、えー、この先はお天気良くなりますんで、えー、そういうことがあるかもしれないと、えー、交通情報等々も丁寧にお伝えしていければと思っております。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田シンアナウンサー、番組スタッフえ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターお寄せください。えー、慰めのツイッターもいろいろいただいてまして、金松徹さんツイッターで。イー、はい、さん、阪神の二軍はもうすぐ優勝しますよ。<laughs> そうなんですよ。本当にね、二軍が強いというのか、一軍にあっちゃうと半端な選手が多いというのそ <laughs> んなこと言っちゃいけないですね。うん、ねえー、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今朝のコメンテーターは番組初登場です。一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員、相良義幸さん、6時半頃から登場いただきます。えー、政府のコロナ対応について、えー、まずお話しいただき、そして7時台、えー、緊急事態宣言の一斉解除28日にも決定かという ニュースが入ってきましたえー、それからですね、夜に速報が流れた台湾が TPP 加盟正式申請へというニュース。えー、そして、えー、キーワード、お、7時30分頃ですけれども、えー、今週は国連の SDGs 週間ということでですね、まあ、あの、日本放送ではフジテレビ、BS フジとともに、えー、楽しくアクション SDGs というプロジェクトをお送りしておりますが、 えー、その一環として今日は目標16平和と公正を全ての人にと。 こういうことについてまああのー、外交や安全保障ということもですね SDGs の中には入ってくるとまあ人の安全保障という面ですけれども考えていこうと思っておりますえー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンではワクチン接種について世界で60億回に到達ただワクチン格差というものが深刻になっているというニュースも取り上げてまいります今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組ノベルティスマホスタンドクリーナー金貨銀をプレゼントしています ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいここが「気になるのコーナーですスタジオ長官各しが入ってまいりましたえー、今日もバラバラという感じですね えー、後ほど取り上げるニュースといたしましては、産 k 一面トップが台湾 TPP 加入申請というニュース。えー、中国に対抗を準備終えたというふうにサブの見出しもつ,つけられております。えー、後ほどね、えーお、おはようニュースネットワークのゾーンで、えー、じっくりとこれも扱っていこうと思っております。 え、それから、あのー、新型コロナの対応についてですね、毎日新聞の一面トップなんですが、えー、行動館は来月10カ所で実証実験と、あの、飲食店の中をエリアで分けて、えー、ワクチンのね、接種の有無などで、エリア分け、それからクーポン券の付与などを検討すると、まあ、あの、一部で言われていて、 ワクチンパスポートというようなものを、まあ、実証実験でやっていくということのようであります飲食店だとかコンサートホールライブハウスなどが対象となるというところですが、まあ、確かにワクチン2度接種してそのじゃあ ね、えー、効果メリットみたいなものっていうのが、えー、なかなか見えづらいという中で、まあ、あの、小学校では色い々ろいろとすでにやっているところもあるし、また、あの、民間で一部ワクチン接種の証明で、あの、優遇があったりとか、 っていうのをですねえ、やっているところもあると。まあ、あの、それから、観光業界などがこう主体となって、あの、沖縄では、その、おまあ、入ってくるところ、当然、え那覇空港が一番大きいということもありますが、そこの観光、お案内所であるとか、あるいは、あの、加盟している、うレンタカー会社さんなどで、その接種証明とか、あるいは、PCR の陰性証明を見せると、えブルーのリストバンドをもらえて、で、このリストバンドを見せると、いろんな、 優遇が、参加している、例えばホテルであるとか、レンタカー会社であるとか、そういうところで受けられるんだというようなね、サービスが一部で始まっているなんてこともありますが、まあ、こういったデータがどこまで統合されて上がってきて、そして実際の政策に反映されていくのかというあたり、これからも注目していきたいと思っております。 それから気になるニュースですが、えー、昨日から今日にかけて、日本とアメリカ双方で中央銀行の政策決定会合が行われております。まあ昨日は日銀のね、えー 会合が、えー、昨日、おとといとありまして、で、会見も行われましたけれども、基本的には、えー、金融緩和、現状維持というところ、まあ、目新しいところとしては、脱炭素の、えー、資金融通というような、まあ、枠組みが出てきたというところですけれども、まあ、これに関しては、市場はさほど反応していなかったということで、うん、どちらかというと、中国交代、あの、中国のね、不動産大手の経営不安についてというところで、昨日は日経は下げておりました。で、あの、じゃあ、 ダウはどうだったかというと、うダウ平均株が昨日と比べ338ドル48セント高、34,258ドル32セントで取引を終えております。 あの、中国広大がですね、23地期限の利払いの、ほんの一部ですけれども、やるということが発表された。まあ、そこで市場が交換したということがありました。で、それから、あの、FRB、アメリカの連邦準備制度理事会、えー、中央銀行にあたるところですが、えー、ここも政策決定会合を行って、その後、パウエル議長が記者会見を行っております。で、両、えー、的緩和の縮小、いわゆるテーパリングと呼ばれるものが、11月にも決定、 で、そして、2022年に、えー、ゼロ金利の解除と、えー、利上げも行うというような可能性が示唆されております。まあ、あの、こういうことが発表をされると、まあ、市場に流れ込む資金が細るというようなこともあるんで、株価が下がるかなと思いきや、えー、解説記事を読むとですね、あのー、 市場の予想通りであったということで、えー、買い安心感が広がったということだそうです。で、ダウは昨日は、あ昨日というか、えー、現地22日付ですけれども、上げたということになっております。まあ、あの、日本と違ってアメリカの場合は、もともとコロナ前の経済状況というのは、まあ、物価も順調に上がってきているという中でありました。で、あの、金融緩和によって、えー、雇用を支えるんだということは、えー、パウエル議長もある あるいは、イエレン財務長官も、まあ一応に言っていることでありまして、で、えー、昨日高橋洋一さんも言ってましたけれども、雇用を支えるという効果に関しては金融緩和は相当効くということは言われてますが、他方、金融緩和をするということで、副作用としてインフレになりがちになるというところがあると。だから、あの、雇用は良くなるけれども、インフレの方で、 物価が上がることによって、庶民の生活が苦しくなると、それだと本末転倒ですよね、ということがあるんで、まあ、物価がこの辺まで上がってきたら、一旦金融緩和も考えましょうか、というような、えことを言っている。これが、インフレ目標というやつで、まあ、大体2%、物価上昇率2%ほどということになっているんですが、まあ、アメリカの場合は2%を、まあ、ある程度超えてきてもオーバーシュートと言いますが、え緩和を続けるんだと。なぜなら雇用をちゃんと回復させなきゃいけないからね、ということを、前々から チャンスはしていたんですけれどもここのところの月次のインフレ率などを見ますとお年率換算だと5%ぐらい上がってるなんていうところが出てきたりしてそろそろ副作用がきつくなってきてるぞというのは前々から言われていたんでどっかで FRB は、えー、舵を切って、えー、緩和を縮小しなければいけないということがまあ言われておりましたで、えー、そんな中で市場の予想通りにそれが出てきたということでありますで、じゃああのアメリカが利上げをしたんだから日本もというようなですね ローンがまたこれれ出てきそうなんですけれども日本の場合は、えー、インフレになった試しがまだないというですね。で、えー、じゃあ雇用の方はっていうと、うん、あのー、まあ、失業率3%よりを切って2%台でギリギリなんとか推移しているという状況ではあるんですけれども、ただ、あのー、かつてそのアベノミクスの初期に、えー、緩和をしても緩和をしても、お 雇用がなかなか回復しないっていう時期がありました。というのは、えー、今まで、えー、労働市場から退出していた人たちが、景、え、気、ー、が良くなるんだったらどんどん仕事しようということで入ってきて、潜在的な失業者がものすごく多かったというのがあると。で、えー、今回もこのコロナでな、例えばパートでやってた人が専業主に戻るなどで、えー、労働市場から一旦退出してしまっている人が、まあ、かなりの数いると思われるんですが、これが統計データには上がってこないので、ひょっとすると、あのー、 緩和すれどもすれどもインフレ、えあ、えー、雇用がなかなか回復しないっていうですね、えー、時期がまた訪れるかもしれないということ。そして、えー、それがあると物価がなかなか上がっていかないということを考えるとですね、えー、日米の、地合いは違うんじゃないかということは考えておかなければいけないと思います。以上、高架金なるでした。 この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー。今朝は番組初登場です。一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブ主任研究員、相良義之さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 まずは簡単ではありますが、プロフィールをご紹介いたします。佐、えー、相良義之さん。株式会社 DNA を経て JICA 国際協力機構農村開発部や IOM 国際移住機関、スーダン国連事務局や外務省などに在籍、主に国際紛争や国連平和活動、危機管理、経済安全保障などについて研究に従事されていらっしゃいます。 あの、この国連機関だとか、JICA だとか、ま、あさま様々海外と、ま、あ。 東京都というところ行ったり来たりされてというところですか。そうですね。あの、うん、最初にスーダンというところでしばらく働きまして、はい、その後ニューヨーク二年ぐらいし三、えー、年ですね、仕事をして、はい、えー。東京に戻ってきたという形ですね。ああ、はい。でこのね経歴を拝見すると、子祖母にいらっしゃったこともあるし、もう本当さまざまなところにいらっしゃったという感じでありますが、まずですね、えー、この時間は新型コロナウイルス対応について、あのワクチンの接種率が 日本がね、アメリカを逆転し、えー、ドイツも抜いたなんていうことが出てきたりなんかもしてますけれども、これ、どうご覧になってますかそうですねあの、菅総理が最初、100万回目指されたときは、みんなできるのという,、はい、と,いうところがあったと思いますけれども、本当にいい、ま、オールジャパンでよく頑張ってきたなという,、はい、と,いうところは思いますうんあのー、ね、新型コロナ対応の民間の臨調の調査検証報告書という本も出されてます。このの年半の対応は あの、まあ、安倍政権の前日あるということになりますよね。いかがですか。はい。 あのまあ、本当に最初から、ですねなかなか全体像が見えない、うんえー、これはあの私どもが昨年、えー、このコロナ民間臨調でインタビューをした際も、です、ねはい、えた、ー、いの知れない危機だというところで、うん、まあ本当にこう政府も医療従事者もみんなこう分からないながら、あまあ本当にこう頑張ってきたと、うんまあ、その中で教訓も得ながら、まあ、少しずつ改善してきたということではないかと思います。うんまあ、そこにに関してね、まあ、ワクチンに ついても遅いじゃないかという批判があったりとか、あるいはあの新しいワクチンなんだから、もっと慎重にやるべきだという批判があったりとか、もうなんか、そうですね、本当に、あのまあ、今振り返ってみればということで、えー、本当にこう菅総理が取り組まれたこのワクチン接種、えー、あとは治療薬ですね、うん、このもかなり成果をようやく出し始めたところというところで。 まあこう退任をされるということで、ですすねねいい残念だなとううふうに思いますね、はい、うんこれ、今、菅さんね、感染者数が減ってきている、俺、やめなくてよかったんじゃねえかなとか思ってるんじゃないかと思うんですが、<laughs> 9月の頭に総裁選出られないという発表された、確かそのもう週明けからだったと思いますけれども、感染者数も減ってきてというところがあって、どういうふうに思っておられるかなというふうには思いますね、ええ。うーんまああのー ね世界と引き比べてどうだというあたりの話ですとかまあ今日はそのコロナについてもいろいろニュースが出てきておりますので解説をお願いします今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします さあ、今朝のコメンテーターは、一般財団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんです。えー、先ほどね、プロフィールもざっくりとご紹介いたしましたけれども、あの、ツイッターでもですね、結構来ていて、いや、相良さんの、その、経歴を見ると結構いろんな修羅場をくぐってきたんじゃないかと、はい、スーダンから始まって、ねえー、コスボにもいらっしゃったしと、どうなんですかやっぱりそういうこう、 危険な目みたいなものっていうのもあったりしたんですか?。あの、よくあの、尋ねられるんですけれども、<ー>私はあの、初めて海外で生活したのがスーダンでして。三十<ー>歳で初めて海外に住んだのがスーダンだったと。<ー>ここ今、二年間住んでいたという形ですね。へあのー、そうすると。 電気とかもままならない中でって感じになります？それがですね、私はあのハルツームという、はい、スーダンの首都に住んでおったんですけれども、これあの本当に人が温かい街でありましてですね、えーえー、まあ本当に今でもこう懐かしいと、あとこうナイル川が流れていて、あああの砂漠の中をナイル川が流れていくというところでですね、えー、あのとても思い出深い経験でしたね。食とかっていうのはなんかこうホームシックになったりはしなかったんですか？ あのー、イスラム教の大変厳しい国ですので豚肉ですとかお酒がだめだったんですね、えー、なので2年間ほとんど食べることできなかったんですけれども,、えー、でも当然日本食も手に入らないということでですねえパスタなんかを自分でなんとか作ってとか<は>そういう生活でしたね。なるほど これお仕事としては、そこでやる仕事、どういう仕事だったんですかこの時にですね、私はあの国際移住機関 IOM、雇用もスーダン事務所というところで仕事をしておったんですけれども、はいえー、これはあのダルフールという、まあ、紛争地域がございまして、はいまあ、そこで、えー、多くの人々があ紛争ですとか災害から逃れて、えーまあ、家を追われると。 こういった方々に、まあ、水であったりとか、仮住まいを提供すると、そういったプロジェクトを運営していくと<れ>こういうことをやってましたね。ああ、人道支援的な。そうですね、人道支援。あとは復興支援。あ,<れ>あとはその若者に手に職をつけてですね、はいえー、戦争ではない働き方っていうのを探っていただくと、うそういったものをお手伝いをさせていただいてました。その紛争っていうのは、あれですか、南スーダンができる、できないのあたりってことですかこれはですね、私が行った時にはもう南スーダンできた後でして、あ え実はあの国際社会の注目っていうのが南にばかりどうしても集まってしまうというところでこれはの北の方はこの西のダルフールというエリアこれはあのフランス1国と同じぐらいの砂漠の地域だったんですけれどもえここでえ信用しておったということですね、うん。 9月23日木曜日、秋分の日。時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。 あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の佐原良幸さんです。えー、佐原さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえー、佐原さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次代最初に取り上げるニュースはこちらです。政府緊急事態宣言の一斉解除28日にも決定か。 菅総理大臣は昨日、緊急事態宣言が9月30日に期限を迎えるのを前に、西村経済再生担当大臣ら関係閣僚と宣言の解除について協議しました。感染状況や医療提供体制などを見極め、来週28日にも扱いを決定する方針です。 えー、今日から総理はアメリカ訪問を控えているということで、帰国後すぐに、えー、関係閣僚と協議をし、本部会合で決定という流れになっているようです。 まあこれ、どうですか、ウィズコロナにこれから先向かっていくってことになるわけですかねそうですね、やはり専門家の方にお話をお伺いすると、はい、まあこれからコロナ、数年続くんではないかという声もありますから、はい、この中でどういうふうに医療提供体制を構築していくかというのは、引き続き課題になってくると思いますうんあの今までは PCR 陽性者の、まあ、日々の数というものが、 まあかなりセンセーショナルに報道されていた部分もありましたけど、ここの意識というものも、これ、変わっていかなきゃいけないですかそうですね、今回の緊急事態宣言の解除に向けた動きの中で,です、ね、はい、一つ、まあ、大きな方針転換になったんだろうなというふうに思ってますのは、医療の逼迫度ですね、これを正面から見ていこうというふうに、専門家も政府もあの方針が変わってきたというところがあります。えー、これれは9月の9日ですけれども、はい、緊急事態宣言を 一部解除して東京など延長しましたけれどもこの時にも医療逼迫の状況を今まで以上に重視して判断すべきということで判断がなされたとこういったものが今後も続いていく新規感染者だけではなく医療も見ていくと。 いうところにはなっていいくと思いますねうんこれっていうのはやっぱりワクチン接種がある程度進んできて重症化予防できるようになってきたってことと関連してますかそうですね、もともとはこの変異株ですね、アルファ株、デルタ株、こういった感染性の強い変異株が出現をしてきて、はい、感染者が急増してきたとで、その中でも重症化リスクが比較的高い高齢者。 高齢者施設とかですね病院とかでワクチン接種が進みましてその効果が出て死亡者自体はですねかなり抑え込んできているというのは続いていると思いますただ50代以下現役世代の感染が主流になってくる中で感染者だけではなくまさにこの軽症者中等症も含めて医療を提供できるかコロナの医療を提供できるか かということと加えて、一般の医療も継続できるかと。そういったことをトータルに考えていく必要が出てきたんだろうなというふうに思いますね。はい、うん。まあ、その辺ね、あの、病床じゃどう整備するのかというあたりで、まあ、あの、特にか、このコロナの初期に言われてましたけれども、なかなかこう政府が温度をとっても、 うんこう、整備はできないし、あと、じゃあ、お医者さんを動員できるかというと、そういうこともできないという、はい、あの、平時の立て付けの中で、結構窮屈になりながらやっていたというような報道もありますけど、その辺はいかがですかそうですね、あの、まさに今回の感染拡大で、非常に問題になったのが、この医療提供体制、前から何度言っても、国と地方の調整がつかない。医療提供体制については都道府県で え、ま、責任を持って、え、確保していくということになってましたので、そこが総理が号令を出してもなかなか動けないというところが、ま、これはあの、コロナ始まって以降ずっとですけれども、続いていたと。ただ今回、改善したところもあったと思います。二つありまして、一つは、ま、いわゆる野戦病院ですね。臨時の医療提供体制。東京都も 酸素医療提供ステーションとかもできてきてますし、あともう一つは、はい、抗体カクテル療法ですね、こういった治療薬も出てきて、この合わせ技でワクチンと一緒にですね、はい、感染を抑え込んでいくっていう動きは進んできたのかなと思いますねで、まあ、あの一方で、今、このコロナの運用をしていると、PCR で陽性ですよっうなった、その後はまはあ、基本的にこう保健所の、はいまあ、管理下に置かれるという、その保健所がかなりマンパワー的にも逼迫しているとい。 という,こう面がありますよね。そうですね。こう、その辺を今後は、これ、どう変えていくか、あるいは変えずに改善するか。どうやっていったらいいと思われますか。そうですね。この医療提供体制と保健所、はい、これいずれも都道府県、東京ですと、特別区、二区、三区ですね。はい えこの下にあるということで、これはあの私どもで昨年実施したコロナ民間臨場という検証でも、ですね、はい、えなかなかこう政府として有事に切り替えていくというところでも、地方と足並みを揃えるのが難しいと、この国と地方の相場感を合わせていくのが非常に難しかったというのが、ですねまあこれまでずっとありましたので、えまあただ、こうやって少しずつできてきていると思います、あの実はあんまり報道されてないですけれども、菅総理が小池都知事と先日、ですね築地の できました酸素医療提供ステーション、一緒に視察をされてまして、はい、抗体確定療法も合わせて治療していくと、これはの、ものすごい効果も出てますから、うこういったものが、まあ、第6波来るかもしれませんから、あ備えていくというのは、引き続き必要だと思いますね、えー、まずはあ、緊急事態宣言一斉解除、28日も決定かというニュース、コロナ対応についてお話しいたただきましたおはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の相良義之さんです。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。台湾が TPP 加盟を正式申請へ。 台湾の行政院、日本の国会にあたる機関ですが、この報道官は、台湾が現地22日 TPP、環太平洋経済連携協定への参加を正式に申請し、全加盟国に支持を求めたことを明らかにしました。昨夜、速報が流れて、おっとおいうこと、驚きをもってというところですがあ、長官も、産経新聞は一面トップで報じております。 この間中国が加盟申請していたばっかりですよね。はい、そうですね。びっくりしました、ね。びっくりしましたね。やはりこの中国が申請をしてきたという、はい、ところに合わせてきたのではないか、台湾としても準備をしていたのではないかというふうには思いますね。う,ん,、はい、うん。まああの中国が手を挙げた時にも、まあそのね目的の一つとして台湾への牽制ではないかということが言われてましたけれども、はい、ある意味ボールを投げ返したという感じですか。そうですね。 まあ中国としては、ですねこの TPP、今、CPTPP ですけれども、このインド太平洋の動きに対して、経済的にですねまあ揺さぶりをかけてきていると、ただ、まさにそこで、台湾としても、ですねまあ経済的には密接なつながりがあるこの地域に対して、ですねやはりご申請をして、中国、 だけの動きにはさせないとうそういった狙いはあるとは思いますねあの日本総では朝6時から番組やってましてこのニュースはやはりたくさん書き込みをいただくんですが、えー、東京西東京市のローピエロさん、えー 生きなり最大の経済規模を持って TPP を牽引していた日本にとっては、各加盟国に対してクリアなメッセージを発信すべきだと思いますと。総裁選4候補にもこの事態どう考えるか聞いてみたいですねというご意見ですとか、千葉、木更津のレオンの孤独さん、中国と台湾どちらかだけ加盟させられないとこれは対応に苦慮しますねと。これ、日本としてどう動く っていうのはこれ難しいですか。日本は難しい立場にあると思います。当然中国が TPP、CPTPP に入ってくることを、はい、皆が皆否定をしているわけではない。当然経済的にはですね、密接なつながりがある中国を、はい、何らか枠組みとして入れていいのではないか。すでに RCEP もあります。えーはい、こういった形でですね、えー、前向きな動きもあると思いますし、日本としてはその中でやはりこれ 経済的なつながり非常に大きいですから、はい、あこれ、中国もそうですし、台湾とも大きい、なかなか難しい判断が求められてくると思いますねうん、まあ、中国側としては、ここに至るまでに、えーまあ、ニュージーランドを窓口として今回申請してきてますが、はい、シンガポールとも、まあ、ある程度取り交わしたみたいな話もあるし、マレーシアは支持するというふうにもう 意思を明確にしてますよね、はい、この辺、やっぱり東南アジアの国々をこう一本釣りするみたいなところありますか東南アジア、まさにこれは米中対立のですね、はい、えまあ非常に大きな主戦場になってきているというところはあると思いますのでえまさにここを踏み絵を踏ませない。 うん、日本はですねアメリカとも話ができる、中国とも話ができる、台湾とも話ができるという形で、ですね、うんはい、この地域が自由で開かれたインド太平洋であり続けることを支持していく、うん、そういった役割、求められてくると思いますああ、踏み絵のように、どこを支持する、支持しないじゃなくって、はい、価値観をこうある意味、支持するみたいな <laughs> そうですね、もともとこの日本が提唱した自由で開かれたインド太平洋、これはの中国を排除するものではないと。うん でえー、その意味ではこう、一帯一路ともですね、はいえー、必ずしもこれを否定するわけではないという立場を取ってまいりました。うん、あで、これ、台湾についても、これの CPTPP の価値観とかなり共通するところはあるんですよね。うん、でサプライチェーンの動きの中でも、半導体ですとか、はい、非常に台湾重要なプレイヤーになってきますので、うん、まあこの CPTPP 加盟の中で、どういった 交渉各国と進めていくか、まあ、日本としても非常に重要な、うん、まあ転換点、転換点というと大きいかもしれないですけど、まあ、非常に重要な節目に来ているというのはあるかもしれないですね。うんまあ、日本の経済界の中には、中国の加盟によって、部品の輸入であるとか、輸出入が楽になるということで、これは非常にいいんだという向きもありますが、 他方 TPP ってその関税云々の話よりも全体のルールの話だというふうに、あの、これをまあ交渉してきた甘利明氏にインタビューしたときに、いや、これ関税の話だけじゃないんだよということをおっしゃっていたんですけれども、はい、その辺のこう、ある意味の非関税障壁の部分って、中国はこれ大いそれと変えらないですよね。難しいと思いますね。まさに今おっしゃった通り、これはあの、 単なるこう関税の枠組みだけではない。まさにこうルールをどういうふうに共通に作っていくか。そういったこう同じ志を持った同志国、地域と、まあ、一つの開かれた経済圏を作っていくと。うん、こういった構想ですので、えー、特にこうデータの流れですね。はい、日本が提唱したデータフリーフローウィズトラスト。うん、信頼のある国、パートナーとデータを共有していくと。 あのこういったものも、まさに日本が提唱したものですけれども、重要な枠組みっていうのがこの CPTPP ですので、本当は台湾入っていただけるのは、これは非常に望ましいことだと思うんですけれども、中国と台湾2つ申請をしてきて、各国ともかなり難しい判断が あを迫られてくるということとではないかと思いか思ますね、うん、これはその正会員じゃなくてオブザーバーでとかそういうような何か知恵を出すところなんですかね難しいですね。この台湾を国として承認をしていないというところやっぱり非常に多くなってきますのでう、えーまあ、どういった形で枠組みに入っていただくのかあまあ かなりこれも難しい判断にはなってくると思いますね二国間でっていうわけにもなかなかいけない、その承認してない部分があるだけにというところですか。そうですねでむしろその二国間で難しいからこそ、はい、こういった多国間の枠組みに含めていくということは重要かもしれません。んんこれはあの 中国の妖結地ですとか、はい、中国が最近よく言ってますけれども、ええ、アメリカっていうのは偽の多国間主義なんだと。小さいグループを作ってですね、そこで物事を決めてこれは偽の多国間主義だというのを盛んに言っております。ただ、私本当にそうかと。やっぱり閉じられた。 偏強なナショナリズムに支えられたような多国間主義ではなくて、まさに自由で開かれたうん、うん、より良い多国間主義。これをですね、バイデン政権とともに日本が一緒に作っていくと。豪印、はい、とも連携をしながらですね、うんえー、この地域に作っていくと。そのために、あのこの加盟申請をどういうふうにさばいていくかというところが重要になってくるんでしょうね。はい これ今まさに、えー、合意ともに、まあ、日米と、まあ、日米合意の枠組みというとクワッドということになります。はい、まさに今日から菅さんがアメリカに行って、この首脳会議に臨むというところですけど、この TPP の話っていうのもやっぱり、 課題としては出てきますかね。はさざるを得ないとは思いますね。あのこれはあの日米合意今回のクワット初めての対面での首脳会談ということになります。はいえー、あのまあ本当にこのタイミングで実施ができてよかったなというふうに思いますね。やはり足並みを揃えていくというところが非常に重要です。はいえー、経済的にはさまざまなつながりもあっても。 価値を共有できる国々まさに同じ志を持つ同志国と共にですねこの日米豪印が自由で開かれた太平洋の軸となっていけるようにうここでの連携っていうのが まますます重要になってくる、そういった非常にいいチャンスだと思いますねうん、まあ、どういった共同声明なりが出るかっていうのは、まだ見通せない部分ありますが、一部、なんですか、半導体についての話っていうのは、そうですね、半導体ですとか、あとはあ携帯のネットワーク、5G <ー>、こういったあたりの何かしら声が出てくるのではないかというふうに言われてますね先ほどおっしゃったあのデータフリーフローウィズトラストの延長線というところになりますか。はい、そうですね これはのトランプ政権の時から、ですね、はいえーま、トランプ政権の時は、あこの 5G を、ま、中国製品を入れない形で、えー、ネットワークを作っていく、ま、クリーンネットワークといったことも言っておりました、はい、これはの実は日本の企業もあの実は入ったりという動きもあったんですけれども、はいえーま、バイデン政権でも、ま、これに近い形で、 えまあファーウェイを排除しながらということになるのかもしれないですけれども、どういうふうにネットワークを作っていくか、また 6G ですね、5G の次の 6G を見据えた動きというのも、徐々に進んでいるというふうに聞いておりますので、そこに向けて、まさに足並みを揃えていくという、非常に重要な機会でしょうねサプライチェーンの面はいかがですか。まさにこれ 今回の半導体、本当に明らかになりましたけれども、うん、これはの台湾、TSMC とかですね、うん、まあ本当に日本にとっても重要なパートナーでありまして、緊密な連携を続けてきました。うん、あこの台湾を…お どういうふうに支えていくか、直接はですね、まあ、日米合意の中では、はい、まあ台湾入ってこないわけですけれども、えーまあ、この重要なパートナーである台湾を巻き込みながらあー、サプライチェーンをいかにレジリエントなものにするか、いう内容ですねう、はいえー、この時間、相良義之さんとお送りしました、日本総動機の方は、この後も相良さんにお付き合いいただきます。 えー、今朝のコメンテーターはアジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の相良義之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ続いては教えてニュースキーワードです。 今週は国連の SDGs 週間ということで、この時間は SDGs にちなんだキーワードでお届けいたします。日本放送では富士テレビ BS 富士とともに国際社会共通の目標である SDGs、持続可能な開発目標について考えるプロジェクト、楽しくアクション SDGs を実施し、リスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えるキャンペーンを行っております。それを踏まえてこの時間をお届けするキーワードはこちらです。 目標16、平和と公正をすべての人にえ。今日考えるテーマ、17ある SDGs の目標のうちの16番目に当たります。平和と公正をすべての人にです。 先ほどね、プロフィールのお話の中でもありましたが、あ様々なあところに行って、まあ、人道支援の活動をさらさん様々されてきた。うん、まあその中で、えー、アフガニスタン、イラクなどにも関わりがあったと聞いておりますが、まあ、このあたり、この平和と公正、あるいは女性の権利というもの、かなり危ぶまれてますね。そうですね。 まずこの持続可能な開発目標 SDGs ですね、はい。これはの2015年の9月に国連でサミットがありまして、ここで加盟国が全会一致で採択をしたものでした。<laughs> こ,れ実はあのこの2015年の9月、私、国連の事務局で働いておりまして、このとあのニューヨークにいたんですね、非常に覚えてます、これ、国連の総会っていうのは、まあまあオバマ大統領であったりとか、習近平さんとか、プーチンさんとかですね、こういった国家元首が集まってくる、本当にニューヨークでも非常に大きな出来事で、国連総会にはですの時には、ですねもう街中が渋滞をすると、そういった本当に大きなイベントですけれども、ま、あ ここに各国の首脳が集まって、この SDGs を全会地でお採択をしたわけですね。はい、この時重要だったのは、まあ、当然、えーまあ、政府の間の合意も重要ですけれども、民間企業もかなり入っていてですね、これからの開発っていうのは、政府開発援助やそういった人道支援だけではなくって、うん、政府の投資も含めて、 えー、こういったこの平和と開発、安定的な社会っていうのを世界中で作っていこう。そして、キーワードは地球上で誰一人取り残さないということですね。うこう、誰一人取り残さないということを誓ったっていうのがこの SDGs でした。そういった意味では、うん、まあ今のアフガニスタンの動きっていうのはですね、はい、まあ、これはやはりこう、女性が、これまで、 えーまあ、かなり社会を進出をしてきて、うん、でこれ、実はあのー、あまり知られていないんですけれども、この過去20年間で、ですね、はい、これアフガニスタンの人々の生活というのは大幅に改善をしています。うん、これ平均寿命もですねこれはの20年前、56歳ぐらいだったのが65歳ぐらい、<ー>9歳近く伸びてます、はい、あとは2001年当時に60万人だった就学児童が、ですねこれは300人まで、うん、その学校に行ける子どもというのが5倍ぐらい増えたと。うん、その中でやははり特筆すべきは かつてはほとんど学校に行くことができなかった女の子ですね、はい、これがですね全体の4割を占めるまでになってきていると、あ<ー>あこういった大きな動きがアフガニスタンであった中で、ですね、はい、まあ今回のカブル制圧、今後どうなるかというのは、ですね、まあ、本当に心配をしているところですね。うんうんもうすでに女性の教育はやめる べきだというようなね、話であるとか、まあ、あの、決して、融和的な政権ではなかろうということが見えてきてますよね。そうですねあのまあ これまでこうメディアに出てきたような、はい、いわゆるこうアメリカと交渉してきたバラーダルさんという人がいます、あのまあ、この人を軸に、ですねあとはこの前大統領であった、えー、あカルザイさんなんかも含めてですね、はい、包括的な政府が作られるのかという見方もありましたけれども、はい、おそらくそういった楽観的な見方はなかなか難しい、いわゆるその武闘派と呼ばれるですね、はい、ハッカーニーがかなり勢力を持っているというふうにも見られていますので、えー、対外的にはですね、 あのタリバンかなりこうビジレイク耳障りのいう答え言ってきますけれども、うん、女性の権利かなり厳しく制約されてくるのではないかなというふうに思いますね。これに対して国際社会どうアプローチしていくかですね。そうですね。二つ大きな手コがあると思います。一つはタリバン政権の承認ですね。はい、もう一つは経済いわゆるエコノミックステートクラフトと言われますけれども非軍事の外交その中でも、えー、経済力を使った。 ああプレッシャーですね。うん、これはあの、やはりタリバンを政権として承認を簡単にはしないと。はい、やはりこの女性や少数の部族も含めた包括的な政府、社会を作れなければ承認をしないんだぞという強い意志をですね、うん、今回の国連のお首脳たちも示していくべきだろう。そういうふうには思いますね。うん。えー、今日のこの時間、目標16、平和と公正をすべての人に SDGs について取り上げました。 お送りしております、オッケーコージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田コーと、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、アジアパシフィックイニシアティブ主任研究員の佐原良幸さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップワクチン接種、世界で60億回に到達、格差申告。 世界の新型コロナウイルスワクチンの接種回数が22日、累計で60億回に達したことが、イギリスの研究者らの集計でわかりました。感染力が強いデルタ株の急拡大を抑えるため、3回目のブースター接種に踏み切る国が増える一方、低所得国では接種が遅れており、ワクチン格差は依然として深刻な状態が続いております。 地域別で見ると合計で40億回以上がアジアで接種されているということですがまた東南アジアの国々などまだまだかなり遅れてるっていうところが多いようにも見えますかそうですねおそらくこの40億回のかなりの数は中国が含まれていると思います、はい、あの実は中国かなり 早いスピードでワクチン接種を進めてましたのでう、えー、そういったものも含まれていると思いますがまさにご指摘の通り東アジア、はい、ベトナムですとか台湾、えー、こういったところまだまだあ進んでいないという状況ありますよねうんでまさにその中国などが人ですが、まあ、ロシアもそうですけれどもこのワクチンを使った外交もうなんか安全保障とも直結しているようにも見えますが。はいそうですね まさにこの国民の命と健康を守るためのワクチンがですね外交をとりわけ自らの国益を追求するために使われるこういったことは,やはりあってはならないというふうには思いますのでやはりこの自由で開かれた多国間主義に基づいてですねワクチンを広く普及をさせていくとでこれただワクチンを送るだけではいけませんからやはりこの まあ非常に冷凍状態を維持しながらあ届けていく、これ、コールドチェーンという言われますけれども、これ、実は日本、非常に得意なんですね。お寿司ですとか、生鮮食品の,あの配送というところで、日本、この技術、本当に強いところを持ってますので、まさにこのワクチンを、これ、ワクチン自体はですね、残念ながらファイザーですとか、海外のものですけれども、これを届ける、届け切る、人の腕に打っていくっていう、まさにここの重要なコールドチェーンを日本が支えながら、世界中に広げ ていくとこういうことがあのもっと進んでいくべきだと、特に東アジア、日本がリードしていくべきだろうなというふうに思いますねうんまさにそのコルドチェーンの部分って、われわれよく慣れ親しんでいる、いわゆるクール宅配便の話になるわけですよね。ですねまさににここれはこう日本が世界に誇る 技術でありまして、はい、かつこれがルールになっていくのではないかと。まさに、この技術標準を日本のこのクールのー運び方っていうものが作っていくと。はい、こういった動きもあるようですから、うこういったものを政府と、まさに民間企業は連携をしながら進めていくというのも非常に重要ですね。はい、ああ、そっか。あれを、だから、運んでいくトラックの企画だったりとか、フリーザーの企画だったりとかも含めて、はい、そしてマニュアルみたいなものも、 サンダードになってるかもしれないということです,かですね。これあのワクチン接種実はあのトヨタ市がですね、えー、非常にうまく進んだということが言われてます。愛知県。えー、はい、これはあのまああまあトヨタさんがですね、まあ、改善をしながらオペレーションをうまくしていくとと,ともに、<ー>まあ、そうコールドチェーンの技術を。 えー、宅急便、えー、配送の会社とあとは氷の技術ですねこれもですね、えー、ただの氷ではなくて冷たいまま届けるという技術があったようでして、はい、そういったものを組み合わせて送ったというのがあの実は知られておりましてそれってあれですか飲食店だとかのノウハウみたいなものが こういくってことになるんですかねおそらく本来はまさにその魚をですね冷たいまま届けるでそれで氷ではなくってえまあそのういった特殊な技術を使ってですね送っているとそういったところが生まれてきたものだと思いますけれどもそういったものが今回のワクチンの 冷たいまま届けきるというところでも生かされたと、はい。なるほど。これは本当に日本の強みだと思いますね。確かにあのそれこそアジアの国々、香港とかでも築地直送の魚ですなんていうのが出てくるって、その生のものが送り届ける技術みたいなものがそのまま使われたわけですもんね。まさにそうですね。 あの私実は、ね、昔ですねカリブ海で水産業の開発支援というこういうのをあの実は少しあのやっていたことがありましていろんなことやってますねあのカリブ海あの、まあ本当に風光明媚なところで、はい、魚取れたりイカなんかもすごく美味しいんですけれども氷を使って保存しないんですね、ええ、なのですぐ傷んでしまうと、はい、こういったところ実はあの日本の青年海外協力隊ですとか、ええまあ、そういった方が現地に入って お寿司にして届けようと、冷たいまま氷を使って、うまずこう氷を使おうと。氷を使初めて、生きのいいものをお寿司出そうと。うそうすると、えー、まあ、少し高く、やつから。で、うこう、はい、人々の収入にもつながっていくそういった貢献も実は日本で、世界でしてるんですね。うん。まさに、その魚の取り方を教えて、はい、稼いでもらってっていう。この、持続可能なやり方っていうの。を 教えていったそうですね。<ー>そうとまさに、ね、コールドチェーンっていうのは、本当に世界中で、えー、本当に日本の強みになっているところですので、えーそ、なかなかこのワクチン接種の中でも注目されてないんですけれども、はい、実は日本の外務省もですね、えー、あのこのコールドチェーンの支援っていうのを東アジアですとか、さまざまな国で今、実はやっています。おお。で、まあ、あの、一方で、車の両輪としては当然ね、そのワクチンそのものっていうところで、はい まあ日本は相当早くこれをこう手配をしてというところであったわけですがえ周りの国からするとあ日本に相当抑えられてしまったというようにまあ見える向きもあるかもしれませんその辺、これから先っていうのはワクチン日本で普及していけば海外への支援というものも。 必要になってきますかそうですね、これ本当にワクチン争奪戦でした、でこれ、菅政権、本当に頑張って、ですねこ実はあのファイザーとの基本合意っていうのも非常に早いんですね、はい、実はアメリカやイギリスと同じぐらい早かった、ただ国際共同治験ができずに遅れましたけれども、ただ、人口分確保できた、これ、実は日本、非常に恵まれてますので、まさにまだ1回、 も打ててない国東アジアもまだ進んでないですし特にアフリカ、まだまだですので、はい、ここにまさに日本のコールドチェーンも含めてですね、えー、まずは1回打ってもらうというところの支援をますます進めていければと。 そういうふういいふに思いますね、うん、特にアストラゼネカ社のものって確か日本で国内生産もやるっていう話でしたよ、ね、そうなんですこれはあの実は現役、まあ、をです、ねまあ、国内で作ったりあとは輸入をしてきたりということはありますけれども、はいまあわばメイド・イン・ジャパン最初からではないですけれどもこういった日本製のワクチンっていうのは,です、ね、これは台湾も含め東アジアの国々、あとアジア,太州アジア太平洋の国々もです、ねうん、日本が提供してきたというところですから。 あまさにこういったところをますます今後も進めていく、まあ、できればまあそこで、まあ、もっと日本の技術を使ったものがですね、はいえー、できればなおいいと思いますけれども、そういった支援も必要だと思いますね。うんうんまあ、台湾に関してはいち早くというか、6月に第一便が行ってというところで、うんまあ、そこからあんまり報道されてないですけど、断続的に行っているようですね。何回も送ってますね、うん、この辺の辺 ある意味人道的な支援というものを特に見返りを求めずにやるっていうところですすかそうですねこれはあの支援というかはですね特に台湾については困った時はあまさにこう友達としてですね、はい、お互い様でですね我々もあの震災ですとか非常に苦しい時に台湾に助けていただきましたからまさにその恩返しという形でですね、うん、ワクチンを提供していったと、うん、っこういった形でやはりこう同じ志を持つ国々パートナー の、地域の国々と一緒に日本も それぞれぞの国民のの命と健康を守るそのために日本としてできる強みを発揮していくとそういったものがこれからも必要でしょうねこれかつてだったらやっぱりあの国際的な共同の枠組み COVAX にお金を出しますというような支援の仕方だったかもしれませんけどやっぱり日本から直接出していく相手も相手に直接出すみたいなところっていうのはだいぶ外交も変わってきたということなんですかあのコバックスも重要ですの枠組みににかなり早めに資金を 今日してきたのも日本です当時まだトランプ政権でしたから<ー>実はこの日本がコバックスに協力をしたっていうのも非常に大きな動きだったんですねえただまあバイデン政権になってまああの本格的にコバックスに支援してきたとただワクチンの作り手であったインドが感染拡大してしまって、はい、えそこで作るはずだったアストラゼネカ社のワクチンが世界に供給できなくなってしまったまさにその作り手の問題がですね今に課題になっているというところですので えまあ日本もまさにそのメイドインジャパンのワクチンこれはストーゼンカーが遅れたというのは非常に良かったことだと思いますからうんまあまこういったものをぜひ今後も拡大していきたいまあそういったことができればというふうに思いますね、はいえー、ワクチンの接種世界で60億回に到達とただ格差が深刻であるというあたりお話しいただきましたえこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます番組ホームページご覧ください